言葉の方が自明がある。あれ、起こしちゃいました。キャプテンを続けるのはしんどいと打ち明けた生徒に、顧問がキャプテンを辞めたら主力チームから外れる可能性もあると伝えていたことが分かっています。ね、自由でね。大阪市教育委員会から遺族から聞き取った内容によりますと、その際生徒が頑張りますとキャプテンを続ける意思を伝えたところ、